アンクラとブレーキ。でも今リーンアウトではなかったでしょ。うん、リーンっぽかった。確かに。なんか微妙な姿勢。こんな感じ。わかんない。あのビデオもったいないと。意外と左側の方がなんか、これ今やりやすいかもしれない。こんな感じ？でもあれだよ、あのクラッチ使わない、ハンクラ使わないでもできちゃうね。一足、うん、今だから片手だもん、うん、でやっぱ右に曲がるときはちょっとね、ハンクラ使わないとなんかできないな。俺は安心感があるでしょ、うん、あ、そうなのかな、うん、なんかそういう心臓がある方を守ろうとするから、壁に沿って歩くと左側を壁にするんだって。なるほど、うん、だから左を開けるって怖いことなんだよ。普通 U ターンって右側にするから、こういうことだよね。肘が開いてるかな。肘？左の肘が上がってる。ああ、それ癖なのかな。かもね。でも、こう閉じたら変じゃない？これビーン。だからノークラ。かかるわ、足。ちょっと私より長いからっていかない。足引っかかる。引っかかんないでいけないかな。また拾ってばいいんだな。うん、やっぱここ当たるんかな。あー、ブレーキレバーにね、じゃなくて、膝とね、うん、じ
さ、足パパッと開くしかない。こうやってね。うん、そうなのかもしれないね。うん、低いからね。うん。エイプではうまくいってたじゃん。うん。うん、難しいね、このバイク。マグナにさ、180センチの人とか乗ってたりするじゃん。うん。そうなんだよね。すごいやりづらいだろうね。うん。うん、確かに難しいかもしれない。お膝パカッとしない。うん、楽しいかい。今リーンアウトやったけど、リーンインもやってみるかな。どうだろう。うん、膝がぶつかった。うん、やっぱリンアウトの方がやりやすいのかもしれない。うん、なるほど。こうやってね。そっか、アメリカンでみんなお膝パカーンとしてるのはそのせいだと思う。リアブレーキも踏まないといけないしさ、難しいかも。そうだよね、だから。そうだね。そっちはいいけど、右回転が。右回転やりづらい。うん。ブレーキ踏みながら、お膝を開くの難しそう。うん、だから、あれか。そっか、膝はそのままの方が内側いいのかな。難しい。膝
さんなんか当たったことない？フルロックができないのかもしれない。右膝があるからハンドル。うん、ここに今ぶつかったもん。ここにこうやってるとここにこれぶつかっちゃってできないから、フルロックだとできないんでね。こうやってやってるとさっきこうブレーキをガチッと当てちゃった。でこう膝開くとリアブレーキ踏むの難しいな。足首から内股にすればいい。足首からだけ内股にする。足首から先だけ。もっとグッてなんないの？なんない。こういう風になんないの？なんない。ここ開いたらそんなにいかないわ。でこっち側は、まあとりあえずハンクラができなくなるんだよね。うん、だからミニグリップはちょっと難しいな。やっぱマグナちゃんは人を選ぶよね。だからフルロックまではできないな。フルロックの回転の半径ってすごく小さそうだけど、でもそんなにちっちゃくもないか。いや、まあまあ、ちっちゃく回れるよね。これがフルロック。あ、でもちょっとやりづれえな。右側がブレーキが踏めないな。からうん、ちょっと難しいな。じゃあ普通に乗るか。意外と難しい。